はい、どうもこんにちは、こんばんは、アムです。今日はですね、ポケモンカード、まあ先日ですね、動画を上げました。僕の、まあ、趣味の動画ということでですね、ポケモンカードを紹介したんですけども、今回はリスナーさんを私の家に呼びつけまして、これから動画を撮ろうと思うんですけど、こちらですね、でーん、エメラルドブレイク。まあポケモンをやってる人だったらわかるんですけども、超高いパックです。まあこのパックですね、まあワンボックスなんで、20パック入ってるんですけど、まあ、基本的に大体相場が大体3000円ほどなんですが、なんとこのパック通販で買うと7000円するというね。そうね。定価の2倍かかるんですけども、今回はですね、このエメラルドボックスを使って、ちょっとしたバトルを、リスナーのハオ君と一緒にね、したいなと、思っております、はい。で、ルール説明です。まあ、20パック入ってるんで、10パックずつまず、分けます。で、カードを開けてって、その開けてったカードのレアリティで、点数をつけると。で、僕が勝ったら、これ僕、メリットないんだけど、僕が勝ったら、その僕が選んだカードを、3枚の中から、まあ、裏にして、まあ、1枚、ハオ君に、まあ、撮影協力ということで引かせると。で、僕が負けた場合、好きなカードを見て2枚選んで取って帰っていいという、もう結構渋い、シビアな戦いです。僕、勝っても負けても、どっちにしろカード1枚取る。まあ、でも、僕も鬼じゃないんで、その、僕が勝った場合ね、裏にするカードは、まあもちろんレアも入れるけど、まあコモンも入れるんで、まあそこはお楽しみということで。はい、そうね。で、点数の方なんですけども、とりあえずコモンとアンコモンは腐るほど出て、点数計算がめんどくさいんで、0点と。点数なし。0点、OK。で、レアが1点。で、ダブルレアが2点。で、ダブルレアの中にメガ進化ポケモンがいるので、それが、あ、Sレア入ってないもしかして。入れてないね。Sレアは。Sレア入ってないね。じゃあ、Sレアも3点でいっか。うん、Sレアと、RR のメガ進化枠が、3点。で、ウルトラレア。これ、ウルトラレア2種類しかないんですけども、これが4点で、で、シェイム EX っていうね、もうクソカードがあるんですけど、このね、ワンボックスの中に、確率で言うと、これ 2.14 ボックスに1枚入ってると言われてる、もう奇跡のカードがあるんですよ。だいたい1枚単価で言うと2400円ぐらい。するんで、それが出たら5点というわけで、まあ、もちろんそのシェイムが出ても、まあ、圧倒的に点差がつくわけではなく、まあ、RR2 枚で取り戻せるんで、まあ、割といい勝負になるのではないかなと思います。ということで、そこで君今ちょっとスリーブ入れ替えてますけど、入れますよ。はい、OK。勝負ですよ。勝負ですから、ね、OK。まあ、パックをね、いいよな、ついに来ちゃったわ、エメブレ。いいよな、エメブレ。これもね、開封する日が来るとは思わなかった。エメブレです。うわエメブレだ20パックやばやばい、金持ちになったけどやばいよな、リッチだよな見てください、これ、こんな選んでっていいよ、1枚ずつ。マジで ?1 パックずつ選んでって。これどっからでもいい、どっからでもいいの、センスで。あ、これ、はい。これ。あ、いいね、これ。基本的に薄く買ってはいいと思うよ。マジで、うん、そういう法則なんだ。まあ、適当に結構、やばいよね。やられてそう、はい。まあ、今回取ってくから、多分、あ、そうね。はい、取りました。ということで、10パックずつ取ってって、どっち先行にします？アモさんでいいよ。俺先行から。うん、よし、いいだろう。よーし。始めようかな、だから。でですね。では、私の先行からいきます。オッケー。こちらですね。うわー、ドキドキする。運命の1パック目だ。意外とね、白レッグ。1パック目から来たらやばいよな。意外と白レッグも欲しいっちゃ欲しいんだよね。コレクション的なやつで。これってあれか、プロモーションカード入ってないのか。入ってないね。よし、じゃあいきますよ。ドゥン。ケムッソー。お、待って、なんかもういるんだけど。やばそうなのが。ビリリダマ。マユルド。おー、来たね。一パック目から来たんだけど、白レッグですね。やったー。ね、これが、RR のメガなんで、3点。3点です。いいやりー。いきなり目玉来たんだけど。いいな。まあこれあれだよね。結局パックに書いてあるやつなんで、まあ目玉の商品の一つですね。あと、海竜と。うん。海竜はアンコモンです。なんで、1パック目僕は、RR のメガ進化枠。3点。やりました。ということで。いいね。パーク1パック目。うん。土人ですね。はい。ネイティオ。ケムス。ケムス。お、渋いぞ渋いぞおー、メガターボ。渋。うん、渋いな。これ何メガターボって。メガ進化のポケモンに付けられるカード。エネルギーを付けられる。だからそれ、レッグ弾的に入るよ。なるほどね。そうそう。ということで、0点ですね、1パック目。渋い。渋い。
いや、てかいきなり上はこれがちょっと強いよな、やっぱさすがに強いな。ということで2パック目ですね。いいですね、マジで楽しい楽しいな、やっぱパック開けるのって楽しいよな。しかもなおかつ俺なんかもうどっちにしろ失うからな、その失う切り口を深くなるか浅くなるかの勝負だから。はい、落ちるっと、かわいい。おもう光ってるんだけど、俺引き強くね、もうすでに光ってるよ奥で。はい、いきますよ、ドーン。あ、フォーマンダか。お、フォーマンダですね。まあ、R なんで1点ですわ。はい、ジペッタと OK。道具隠し、お互いの道具効果が全てなくなる。おお、装備系じゃないと意味ないやつね。何これすげえな、めっちゃコスト食うんだけど、ね、まあ1点ですね。フォーマンダ出ました。じゃあ次いきまーす、はい、2パック目、はい、はい、いきまーす。はいはい、お、はい、渋くないか。うわ、渋い1枚も出ないこのフリーザはあれか、なんかデルタフリーザが強いよね。そうそうそう、デルタフリーザ強いわ、ね、ということでサクサクいきましょう。3パック目渋いねちょっと俺いいな、強いぞ。今回シェイミ出るかもしれないから、シェイミあるぞマジで。でも今現時点でシェイミ出てれば、そうそうそう、一発逆転あるからまだ分かんない。はい、お、またまたある、ややこま、日のやこまか。お、これはデルタプラス、そう、で毒系いる、ドン。お、トゲキッスだ、かわいい。これはR ですね、1点。いいね、小銭を、あ、欲しかった。いいね、ポスト。いいな。そう、トレーナーズポストが今回入ってるんで、これ強いっすわ。はい。結構いいわ。ということで、1点。小銭を稼いで、徐々に徐々に離していくわ。いいなぁ。ちょっと引きいいなぁ。今3パック中全部キロ入ってるの。引き良すぎるわ。ちょっと後半渋くなるかも。じゃあ、いきまーす。はい。3パック目。ネイティ。土に、エアラムド。4。うわぁ、渋い普通のやつ渋いな、0点だぞまだまだ0点、まだ0点。でもまあね、ここで0点出してシェイミを引けば、まあ、同点なんで、まあ、まだね4パック目なんでさあいきましょう。はい、でん、あ、ちょっと今回俺も渋そうな予感がするわ。ややこま、トロピウス、グライオン、お、ミツル、あ、ミツル、チルタリス。あー、初めてですね、外れ。でも、ミツル、いいです。ミツル、かなり嬉しい。入りますね。ここで初めて来たが、0点が。重いなぁ。4パック目。いきまーす。ロックケイル。お、キラが。いきまーす。キラがもう、チラチラしてますね。おー、デオキシス。デオキシス。これは、R か。1点ですね。これ結構使えるよ。ダブルドラゴンエネルギー、うん、ダブドラゴンね、強いよね。そう、ということでこれが5パック目、5パック目、ちょうど半分折り返しで、現在の点差がですね4対4点、僕がまだ勝ってますで、まあ4点なんでね、 RR2 枚で、そうそう、まあ逆転できる、うん、こんなに出ないもんなんだろうな俺逆にさ、まあ、パックの引き良すぎてさ、そうねシェミないかもな、シェミ、あ、レア入ってます、まあ、レアすでにもう、そんなに入ってる、入ってますね。いきまーす。エアームド、ドクケイル、ミニリュウ。あ、レア入ってたけど、まあ、オースバムでさ、普通の。オースバム2枚入ってたんだけど。マジか。デジャブだわ。デジャブ。ということで、まあ、とりあえず1点ですね。1点。はい、じゃあいきまーす。はい、5パック目。あ、でもレア入ってるな。おー、ラッティよ。マジか。はい、かっこいい、すげえ、はい、超かっこいいじゃん。で、かっこいい。RR。RR だか、2点だね。2点。よー、ちょっとだって徐々にじわじわ来てるんだけど。これはいいな。いや、かっこいいな、ラティオス。すげえ。はい。ということで、6パック目、後半戦です。来てますね。来てるなー。ここいらちょっとシェイにドカンと当てたいなしたらもう圧倒的にもう勝てるんだけど。あれは入ってないか。いきます。スバメ、カラサリス、モニスズメ、ケンホロー、元気の負けだ。渋いなんか鳥ばっか。渋い。はい。やばいな。はい。3点だもんな。やばいな。
はい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 。あ、でもいいね、スカイフィールド、うん、はい、スカイフィールドね、強い0点だけど、まあスカイフィールド悪くない悪くない、はい、ということで残り4枚を残して3点差でございます。マジか、まだまだ分からない勝負7パック目。いや、ちょっと最初にな、あ、これでもあれか、もしかして白デックってワンボックス買ったら必ず入ってんのかな。いや、それはないと思うよ。でも多分 S、RR、まだ SR も出てないしな、でも。ドゥーン、いきまーす。ハトーボー、あーもう怪しい。キャモメ、エアームド、コモル、あー厳しい。違う、このさ、パックってさ、やっぱさ、空が舞台になってるだけあってさ、鳥が多いよね。うん、鳥系多いわ。ほんとに焼き鳥に、なめられてんだよ。焼き鳥だ。焼き鳥でしょ。あとこれもいる。OK。はい。じゃあ行きまーす。7パック目。はい。チルタリス。お、レシラム。レシラム。これは R かな ?R。やべ、なんかじわじわ、じわじわ来てるんだけど。ちょっとなんか、小賢しいのでじわじわ来てるわ。うわ、やっぱ鳥が多いわ。ハト。ハト。お、レアの匂い。トゲピークライガー。 え、なにこれ、これは SR だ。 SR こんな感じなんだ。お、すげえ。ナギ無色ポケモン3匹も出れば相手に見せてから手を出てくる。あ、これあれじゃん。ということはあれに入るじゃん、メガタブンネに、うん、入るね。しかもカードがすげえ柔らかい。最後ジュペッタやった。 SR すげえかっこいい。これ多分売れるわ。これ多分500円ぐらいで売れるでしょ。やったー、 SR 来ました。3点やば、でかい。3点はやばい。3点でかいよ。こいつさ、もうバトルサーチャーなくなったからね。あ、そうなの。そう、出ちゃったから SR1 ボックスに1枚です。わー、なるほどね。いきまーす。はい。おー、レックーザ、はい、かっこいい。すげえ、これは RR か。うん、2点。2点。ということで、残り2パックを残してですね、現在の点差が、今、ハオ君が現在、まあ、6点。6点。おぉ。私が今9点。9点。おぉ。ちょうど3点差。まだ分かりません。勝負は全然分からない。これ、ナギがかっこいいね。やばいね。使おう。無色か、でも。そうね。8パック目。ん ?9 パック目。9パック目。9パック目です。あー、渋いわ。ちょっと渋い匂い。デッカニンネイティ、土ニン、トゲキス、エルレード。エルレードソルリンク出るな。腐るほど出てるわ。渋いな、なんかカードが。何言うわ、いいわ。確かに。いきまーす。はい。はい。あー、厳しい。お、ナギ、普通のカードのナギですね。さあ、ラスト。ラスト。ラスト1パックで3点差。今結構いい勝負だわ。やばくね、結構。ここでシェイミーをどちらか切るかだよね。そうね。ラスト。まだダブルは1枚出るんじゃない？まだ出る確率全然あると思う。まあメガ進化、ダブルでもメガ進化引けば。うん、そうね。同点のことで延長戦があるからね。延長戦がある、多分。渋い。もうここ見ただけで分かる。渋い。タツウェイ、ノコッチ、トゲチック、ファイヤロー、抜け人。うわ、渋い。やばい。これでも、同じバッグに R と RR 入ってることあんの？ん？レア2枚入ってることってあんの？レア2枚はあるんだね。あるよね。うん、奇跡を。あ、もう光ってる。やばい。鬼スズメ、タツウェイ、うわぁ、海竜か。海竜ってことは、海竜だから R、そう。1点ですね。というわけで、今回の勝負はですね、私が9点の、7点。ということで、ギリギリ2点差守りきった。最初のね、レックザが効いてた、ナギ引いて、これナギをが俺のところに来てたのがでかい。でも、シェイミーはない。シェイミーはない。まあ、結局、シェイミーは当たらないということですね。ということで、お楽しみの、ゲームの時間でいきましょうか。はい、こっちも。どれで混ぜようかな。
っとじゃあ目つぶってて。オッケー。ということで今回の景品はこちらです。やばいでしょ結構。まあ目玉のやつと、まあ、ワンボックスに一枚入ってると言われてるやつですね。でまあ雑魚はまあこの通り、まあ、鳥シリーズとあと鳥の餌一匹混ぜといたんで、まあ一枚です引くのは。ちょっと今目つぶってもらってるんで、ということで、はい、では俺もどれがどれだか分かんないわ正直。はいはい、選んでください。1枚だけ、ここから1枚。じゃあこれ、はい、聞いてください、どうぞ。ドン